足の色は何色ですか？もういっそ折れたままで捨てるほど逃げ出すほど強くないよ。ほらもう一度鼓動高鳴る何か正しがないでわからないけど形のないものばかりが大切に扉と鍵を探すおとぎ話はほら泡のように全部消えてカット残像だけ次のページへ伸びてく絵が腹分かれてそれぞれの道を行く寂しい転がって